そしてどうするんだっていう、きっとその州内でもいろんなご判断あったと思うんだよね。このままじゃあ莫大な経費をかけ続けて維持をするのか、それでも専門家たちの計算では50年がいっぱいいっぱいだろうって、どんなにメンテしてっても。ということは50年間金かけてかけてかけつきた挙句に潰さなきゃいけないですね。そうする意味があるのか、それともここは一旦、まあ確かに平成14年の時に潰さなくてもいいっちゃよかったですよ、その時。そんな早急に潰さなきゃいけないほどの老朽じゃないから。だけど方向性の問題だよね。で、これを一回これを全部リセットして、もっと、しかも高専ルーブはもうこれで相当遠のいたから、じゃあまた実情に即した簡潔な簡明な建物にして、そして時を待つかというその2つの選択肢に絞られてたらしいですよ。でも一番の根底はその池田さんの本物論のその根っこになってる建物であるっていうのが大きな競技場の問題であって、でそういういろんなことの中の判断だと思うんだよね。これは維持すできない、すべきでないっていうのあるし、できないっていうのは正直なところでしょうね。あの時の登山者数では。こうはなってったけどね。でもあの破門前のさ、毎日毎日3、4回5回やったもんね。で、あの登る人たちと降りる人たちとね、一日中そうじゃないですか。もう、ポツン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 ってこう。まあ、古来のあの日光商人の時代に戻ったようなね そういうお山でしたもん。まあ、古式ゆかしくいいなって、本当にしみしみ、桜も眺め、本当によかったんだよ。だけど、山としては大変だったよね。俺はその頃そこまで知恵が回んなかったからね。だから、結局、法義上だけの問題じゃなくね、実質運営上の問題、いろんなことも含め、だから学会のように五線紙日立商人に対する怨念だとかさ、妬みだとか、池田先生に対する妬みだとか、そんなことはないね。で、あとね、その、なんだっけな、その、そうそうそう、建物自体に功徳があるわけじゃないんだからね。それが一つ。それと、戸田会長も言ってるけど、ご供養というのは、させていただいた時にもう功徳を成就してるわけですよ。何かそのね、誰か投資をしてたよ。投資をしたものをお前勝手に無駄遣いして、元金返せみたいな言ってる、そういう話じゃないわけだよね。あの時にけなげにこうご供養させてもらった時に大きな功徳を積んで、そのおかげでそれ以降学会員はみんな幸せになっていったわけだよ。もう功徳の家宝というものはさ、受け入れ享受してるわけだよね。それを今更になってだよ、そのあの時あんなに苦労してご供養した、その建物を勝手に壊しやがってって、あんまりそう言ってると、積んだ功徳まで壊していくってことですよ。もういただいてんだから、もういただいちゃった過去形のもんなんだよね。それをさ、宗門が時の経過の判断で、潰そうが増築しようが何しようが、そんなことはね、時のご法度上人のなされること。それはこの御所にも、日光あと増上寺にね、その大石寺は無所と言い、無所というのは墓地ってことだね。大石寺は墓所、無所と言い、御堂と言い、日木これを完了しだよ。な、大石寺は御堂といい、無所、まあ、いわゆる墓場だな、墓所といい、日木これを完了し、修理と書いて修理と言いますけど、修理を加え、勤行をいたして、高専ルフを待つべきなり。これは何を仰せかっつったら、日光上人がの血脈相承の、これは明々白々たる御門で、ご性質も残ってます。ってことは、大石寺というものは、もう時の観図商人のものだってことですよ。言ってみりゃ。管理責任から、もう僕らの下世話の言葉では、所有権は、ただ一人、唯一一人の血脈相承を受けた、次の観図商人が、大石寺の所有権を有しておると。で、しかし、高専ルフのために、その夢々の勤行、いわゆるこの、修行をね、怠ることなかれっていう、こういうご有名じゃないですか。ってことはさ、大石寺の道具に対して、どこに何を建てようが、どの道具を潰そうがね、どこの庭園を広くしようが、狭くしようが、そんなことをね、
我々もちろん信者が云々するべきでもないし、ましてはいや破門されてだよ、破門されて20年近くもその外野にいる者がね、とやかく言うべき問題じゃないってことなんで、一つはね。だって聖音堂を供養するまではそれはご供養だったかもしれないけど、その平成3年以降、誰のご供養で維持管理ずっとしてきたかっつったら、その法華経のご供養だけでずっと20年近く維持管理してきたわけじゃんか。そしたら経って25年経って、それ以降十何年か、10年20年近くの間って、こう考えるときにさ、例えば家もそうじゃん、建てるとき資金は相当出しましたよと。だけどある時期から全くそこの維持管理の経費は出さなくなっちゃった人がいると。でその後残された建物に一生懸命維持管理をずっとしてきた人たちがいると。さあこの権利関係をね、云々言えるのかってことにもなるじゃん、司法的に見ても。だからあれも学会の首脳部がただ煽っただけなんですよ。諸本堂壊した、憎め、日権憎め、あの怨念坊主憎めって、こうただただ煽り立てただけのことで。仏法の身から言っても、仏法の道理から言っても、世間の道理から言っても、まことにその聖本堂をそのこの解体したことに対してね、うんぬん言うってことは道理にのっとってないってことなんですね。冷静に考えてみると、それは気持ちはわからんでもないけどさ、特にお母さんたちは参加した人たちだからね。でも騒いでる連中のほとんどはさ、そのご供養に参加もしていない新参者が言ってんだぜ。そんな奴らに言う資格なんかねえですよ、はっきり言って。お母さんたちが言うだったら、わかりますよ。あの時に私は本当にけなげに、本当にあの、貯金箱ぶっ壊して、ご供養したんだと。まあ、その気持ちは確かに痛々しくわかるけどもと。だけど、ほとんどの連中は、自分は、いや、別にその時入信してなかったっていうのは、ほとんどですよ。だって、正反論のご供養に参加できた人たちなんて、今、学会じゃ、本当に70代以上とかさ、だってお母さんが29年の入信の10歳の時なんだから、そしてね、あの普通に、僕を大人ってのは昭和40年ですよね。40年間始そのまった。時に受け付けしたんですよ、みんなが。昭和40、40、40、ね。あれ、昭和のって昭和47年？昭和でね、できた。だからそのご供養はその前に金もらわなきゃいけないじゃん。だからそのそ40年ってことだ。40年ぐらいからもう集めてた。っていうか、そんなだらだら集めないよね。もう日にち決めて、その日にドンって言ったんだよね。掴んだの2、3人ぐらい。でね、これはそのやっぱりいろんなその池田さんの別の角度からの研究から言うと、あれで足を締めたって言われてる。ものすごい想定外の金が集まっちゃったから、こんなことができるのかっていうふうに、一気にそこでこうね、路線が変わったらしいですよ。結局第六天の間ってのは欲だからね。第六、まさに名前言うと第六天、四階、三階の主だから、四階の主だから、結局池田さんだってその初期の頃にはそれでも多少はまっとうにやっていこうって気もあったかもしれないけど、でもやっぱり吽形をしないような人だから、そのいざって時に間に食われちゃうんだよね。日頃修行をうんとしてる人はさ、いざとなった時に強いわけだよ。そういう変な間にとらわれないで、こう一旦こう引っ張られるようになっても、こうちゃんと揺り戻ってくる。だけどやっぱ吽形してない人じゃダメだよね、いくらなんだって偉そうなこといくら言ったって。やっぱり正代をしてして死ぬにてさ、まあ、あれも死ぬするって言い方はよくないんですね。させていただき、いただき、いただき、させていただき抜いて、そして着服をしてして死ぬいてさせていただき抜いてさ、本当にそれで世間からも直にバカにされ、笑われさ、塩まかれ、そういう本当の叩き上げの体験がない人がね、やっぱり蝶になって旗振ったらこんな怖いことないですよ。